どうも、宮古島住みます芸人のゲラゲラ星人です。現在、宮古島は、梅雨、絶賛梅雨だし、アプリでは読めない天気が続いてるんですけども、基本的にはすごい雨が降っております。そのね、梅雨の状況をちょっと見てもらいたいのと、あとですね、宮古島雨が降ったらあれなんですよ、もうなんていうんですか、道路が浸水して、マンホールが水が漏れて浸水して、冠水浸水して、で、ね、車でも通れない状況になったりするとこがあるんですよ。例えば、ドン・キホーテとバッシュライン、ファミリーレストランのバッシュラインの間の道路とかもすぐ水浸しになったりとかね。平良の方から東急ホテルさんの方に向かう途中の道があるんですけど、長浜商店っていうね、商店があるんです。そこのと東急の方面の途中の道が本当に水浸しになって、東京のディズニーランドのスプラッシュマウンテン、USJ でいうとジュラシックパークみたいなね、体験ができるとこがあるんでね、ちょっと紹介したいと思います。ここ見てください、このスポットって言っていいか分かんないですけど、これやべ、やばちょっと危ないですけどね、ここがすげえな。ちょっと危ないですけど、冠水がやばい。これやば。